エンジョイフィットネスゼロ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 ワンワンワン、イエーイ。さあ始まりました。今回なんですけども、前回のボディアタックに引き続き、皆様にね、投票いただいたコンバットとボディアタックの人気曲投票のコンバット編になります。コンバットの10曲は同じように全部パワートラック、パワートラック、はい、ね、すごくこう熱い10曲を並べたんですけども、まあ、皆さんね、投票いただいて1位を決定いたしましたので、今から発表をしていきたいと思います。コンバットの1位に輝いたのは46の8番アイサレンダーです。イエーイ。これはもうコンバット界でもいい曲中の名曲で、動きとして難しいところは少ないみたいなので、そこのね、いろいろなことを言うことをご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは46の8番パワートラック、こちらの説明ですね、していきたいと思います。もうレス・ミルズでは名曲中の名曲、まあパンプだったりアタックだったり、その中にもう入ってる有名な名曲になっております。で、ボディコンバットの中でもかなりこちらは人気の高い曲になっていまして、人気な理由、まあこの8曲目が人気な理由なんですけれども、まずはすごい曲がアップテンポで徐々に上がっていって、高揚感のとてもあるトラックになってます。ビートだったりとか、もう心臓がどんどん動かされるような感じの曲になってます。そして何といっても、皆さんもやってみると分かると思うんですけど、かなり動きがシンプルになってます。フック、アッパー、あとはジャブ、この3つの動きで構成されていて、コンビネーションもその動きで構成されているトラックになってます。なので皆さんが簡単にシンプルに楽しみながら、最後まで力を出し切れるトラックになってますので、ぜひですね、そういった部分で楽しみながら今度のレッスンやりますので、ぜひですね、やってみていただければと思います。で、その動きの中でも曲の中でですね、リズムチェンジだったりとか、曲調が変わっていく部分っていうのがあります。最初はシンプルにダブルフック、ダブルフック、こういったコンビネーションから入っていって、途中のコンビネーションでアッパーフック、アッパーフック、最初はシンプルにアッパーフックのコンビネーションから、途中からさらにバンバン強く強く打ち抜いていくような、曲に合わせてパワーがだんだん上がっていく部分っていうのが入ってきますので、そこの部分をポイントとして皆さんにぜひ一緒にやっていただければなと思います。はい、ぜひですね、今回この投票結果で出た曲をですね、聴いていただいて、まずは耳で一回聴いて、で、まあ、実際にレッスンで楽しみながら実践していただければなと思いますので、ぜひレッスンお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、実際に、やる実施日ですね、6月の3週目にですね、コンバットが01であると思うんですけれど、その週でぜひやっていきたいと思います。月曜日今入ってるのと、あとは日曜日ね、入ってます。あとは木曜日、担当がそれぞれ違うんですが、やっていきたいと思いますので、ぜひですね、皆さんそちらで楽しんで参加していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上で、こちらインストールの時間ですね、終わりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。